日土公園は愛知県大府市にある公園。公園分類は総合公園。この公園は江戸時代初期にため池として整備されたマス地と平戸池の2つの池の周辺を整備して1990年6月に開園した。園内には自然体験学習施設のについセレトナをはじめ、噴水や人工の滝、木製デッキ、芝生の広場や、 デイキャンプ場などの施設を備える。公園の隣には、イタリア学館大学があり、学内に設置されている、伊達コミュニケーション研究所がニツイケセレトナの共同事業を行うほか、オオフ市のアダプトプログラムに登録をしており、公園の清掃活動なども実施している。ニツイケセレトナは、ニツチ公園の中にある自然体験学習施設である。名称のセレトナとは、シーイング、 ラーニング、タッチング、ネイチャーの頭文字を組み合わせた造語で市民公募から名付けられた。2004年4月に開館した施設で館内にはため池やそこに住む生き物に関する展示コーナーのほか情報検索パソコンや書籍コーナー、学習室などの学習設備も整っている。また、1年を通して様々なイベントや自然観察会などの自然体験活動が 行われている。なお、施設の管理、運営は指定管理者であるアクティオ株式会社が行っている。について、セレットナに関するカテゴリー、ありがとうございます。